うん、スイッチには映ったと。やっぱ暗いな、ダーキストダンジョンが。やっぱ最初の D と最後の N とか見づらいもんな。明るくするか。せめてこのダーキストダンジョンの文字、タイトル画面が見やすいぐらいに明るくするか。スイッチのアーカイブのサムネ見てもカップヘッドとはすごい対照的な暗さやったもんな。それがダーキストなんやろ。それこそがダーキストなんやろうけど、設定で明るくできる、明るくしてみようかなと In my world 思ってる。さあ、全然ツイートできへん。おい、ツイートぐらいサクッとさしてくれよ。ツイートせえへんぞ、そんなこと言うのやったら。そんなことでいいのか、ツイッターよ。俺の PC 君の問題なんでしょうか。あれ？あ、ついてるな。じゃあ、ちょっと明るくしますか、グラフィック。あんまわからん。あんまわからん。最高10やってんな。10やったらわかる。ちょ、マックスの明るさで一回やってみるか。え？マックスの明るさでもやっぱ暗いのは暗いのか。ちょ、マックスで行ってみよう。トーラトーラトーラーできる。あ、出たー、この長ロード。スクワットしますわ。きっと長い、このロードは。テレテン、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 テレちょうど、ジャスト。敵馬車のアップグレードは長きにわたるヒーローの健康管理。そして村のために欠かせない。え？敵馬車のアップグレードって、ヒーローが誰が来るかやろ？長きにわたるヒーローの健康管理。そして村のために欠かせない。まあ、とりあえず、駅馬車をアップグレードした方がいいよってことを明らかに言ってくれるな。前回、偵察かなんか行って帰ってきて終わってるから、まずはちょっと整えよう。整えて、かまぼこ板でレッツゴーやな。まあまあまあ、待ちましょう。俺は待てます。待つことができる人間。can wait。 まだ墓地には誰も行ってへんでな。何やこの赤矢印。損。まだダメなようですね。もちっとだけ続くんじゃ。ロードがね。待ってます。マッチです。あ、来た！療養所サバイバリスト。キャンプスキル？キャンプってようわからんねんな。荒れ果てた故郷で彼女はたくましい生存者である。厳格な指南者である。サバイバリストをアップグレードすると使えるキャンプスキルが増え、学習コストが減る。キャンプスキル？キャンプスキルってこれやんな。時間消費。なにこれ、いやー、ちょっと、樹海に行ったらあかんのか、ね、レイナルド。取り除いてほしいな。ストレスは溜まってるよな。44。とりあえず、レイナルドを、祈りに連れてこう。ただ、ここに、はなやこれ。え、マイネ？え、マイネ死んだ？え、マイネ？マイネ？は？何これ？
これどういう状況？あ、マイネ死んだ？どこ見たらわかんねえや。マイネが死んだかどうかは。え？なんか、マイネおかしくね？マイネ？どこ見たらわかんねえや。なんか、マイネがおかしいです。これ何のマークやねん。ランドマーク。前で死んじゃったのか。療養所。療養所はネガティブな気壁と病を治療するのに、いや、めっちゃいいやん。ポジティブな気壁を強化する。まず、気壁って何やねん、ずっと思ってたけど。こんな言葉、聞いたことないんですけど。気壁。普通の人とは変わった妙な癖。癖なんじゃな。その奇跡を、奇壁を固定し、新しい奇壁に置き換わらないようにできる。へぇ。精神病棟。内科病棟。医学図書館。医療機器。奇壁病気。療養所の治療スロットの数。これか。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。レイナルドは、これちょっと、これ直してよ。どれが強いんだ？ ACC、命中率ね。松明が、明るいと強い。武器のアップグレード費用。いや、どの奇壁が強いんだ。とりあえずちょっと。そしてストレスは、むずくねこれ。レイナルドのストレスを取るには祈りやけど、でも祈りは、駅馬車。お、犬使いや。でもこれ、トクリーグとか首にしたらいいのかな。ヒーロー名変更できんねや。ほうほうほう。いやー。この、マイネのこの左上のマークはマジで何なの？どこ見たらわかんねや。この左上のこのマーク何や？スタッフォー。お、見れんねや。不器用。樹海、いいね。樹海行くか？対人間強い。死の国にアッパーカット。とどめを刺す。対気絶状態。気絶に刺して、あの、ノックバックにいいか。スタフォー前衛やな。防御人恐怖症。ヒーローマニア。宗教的ビジョンと妄想を経験し、何それ。偵察発生確率プラス 5%。 樹海の偵察か。こいつも樹海やったやんな。樹海行くかこいつらで。デジャル。瞑想者。瞑想キャンプにおけるストレス解消度が高か。村で瞑想を行わない。そんな気か。犬使い。光栄ね。なるほど。光栄か。ストレスマイナス2。66%。弱くね？番犬。ああ、でも、これ三人とも良さそうやな。とりあえずもうこれマイネは死んだのか。トクリーブはもう帰ってこんへんのかもな。じゃあ、さよならしよう。ヒーローを解雇します。あわよ。枠の問題があるからな。はい。
このものはどこかよそへ向かわせよ。蓄えを切り詰める必要がある。スタッフを、ああ、場所も選べんのか。優先度、マルシもいいね。優先度上げてみるか。スタッフを、防除、デジャル。はい。駅場所のアップグレード。利用可能なヒーローの数は4に増やす。いや、それよりこれやんな。武器製作、鎧製作。武器製作。このレベルの高いヒーローが登場する可能性を上げたい。いやー、俺これ欲しいな、少々。いっぱい欲しいな、少々。どうしようかな。これ4に増やしたとてな。表者。新兵。え、これ表者でよかったんけ？ちょ、もう。で、一応調べるか。兵者やったっけ？でも兵者ってちゃう言葉がよぎるな。表者なんかないか？うわ、ないわ。じゃあ兵者か。弊社や。表社感出しやがって。ほんだら、鍛冶屋。ろ。お金は一応なくはないもんな。ギルド。いやー、どうしたらいいんだ。サバイバリスト？酒場。前には死んだのかな？なんか死んでそうやもんな。でもなんで説明してくれへんねや。この食材のまま死ぬ可能性あんのか？なんで何も教えてくれへん？祈られへんから、レイナルドはストレスを取れない。つまりだ。レイナルドは、サバイバリスト。あ、ちゃう。違う。ギルドでもない。修道院でもなければ、療養じゃな。ここで、病気。レイナルは病気はしてへんから、奇癖やな。選んで消せんのか。どれだ？神への畏怖が邪魔か？うわ、一個しか消されへんの？ 1500。これ、ドクロマークは致命的なのかな？でも、盗難壁はこいつで取らんかったらええだけやろ。アンデッド恐怖症、まずそうやな。ストレス増える。でもこれ5000か。なかなかやね。コストダウン。共増ね。13% 減らす。なるほど。これちょ、やるか？医学図書。あ、こっちか。奇壁やもんな。やってみよう。85。4500なったな。もう一個いくか。この戦争の最前線はダンジョンでなくて、むしろ心の中に。なんか深いこと言うてるな。じゃあ、アンデッド恐怖症消そう。大丈夫、大丈夫。ほんで、この辺ストレス溜まっとるな、ボーラム。祈り、鞭打ちではストレスが解消されない。礼拝を行わない。ということは？祈り、鞭打ちでは、回廊、平穏。いや、ダバル、瞑想によってのみ。いるか？ダバル、アルクール。祈りによってのみ。
なんか、アルクールと、どうなんやろな、得意なターゲットおらんやん。だサポートメンバーなんやな、アルクールは。ダバルもそうやな。なんか取ったら強くなるのかな。いや、そんな感じもせえへんな。アルクールとダバルはちょっとほっとくかね。ボーラムは、ええ感じやから。祈り鞭打ちではあかん。礼拝を行わない。礼拝ってなんや。修道院あかんのか。え、礼拝って先のこれと被ってる？いや。修道院に行かないってことでいいのかな？村で礼拝を行わない。ということはバーに連れてくべきか。あれ？ボーラム得意なターゲットランクね。ボーラムもディフェンスか。防御って確かにあるし。ボーラムは、いや、ボーラム弱くなかったイメージやな。俺は、仮に頑張れというコメントじゃなくて、頑張れというエモートであっても、単純なんで、頑張ります。というか、現在、頑張っています。まあ、より頑張ります。まあ、やっぱ、ボーラムは酒かな？会心、活力、旺盛。なんか、こいつ、酒好きそうやろ？知らんけど。あ、したほど、ストレスも取れんのか。多分そうやな。なんか地味に一個ドンマイが紛れてるな。気にするなと。ボーラム。ボーラム。でもバーで十分、ストレスが何倍やった？ 55、 ああ、55。バーラムでいいんじゃん、バーラム。喉がカラカラです。よかったよかった。よかったぜ。じゃあちょっと行きますか。スタッフォー、樹海に行こう。スタッフォー前衛、防除、あれ、防除弱いのかな。でも防除も樹海の、樹海偵察したいな。デジャル。デジャル光栄。ディスマス。中衛。中衛ね。ってことは順番は、スタッフを一ちゃん前、防除。ディスマスは2か3。デジャルは3か4。デジャル？いってら。レイナルド大丈夫か？いや、レイナルドはそれでいいと思うねんな。まあまあ、じゃあ行ってみますか。廃墟2。ボスを倒せ。ほう、見習いネクロマンサー討伐。だからちょっと、ちょっと行きたいけど、でも、さっき樹海行こうかな。あ、でも樹海の偵察はまだないのか。なにこれ、祭壇の浄化。調査。浄化。え、これは？え？場所がよくわからんな。いや、これが樹海やんな。ルームバトル 100% 完了。なにこれ？あ、デジャルに装備を渡そう。デジャル、犬使いのみ。これがいいやんな。弱体化、レジストマイナス 20%。 これ、はい。デメリットは、これか。弱体化に弱くなる。でも犬使いのみとか装備させたいよな。気絶スキル、出血スキルの発生、いや、まあ。気絶しても出血 100%？ これ 110% ってなんなんや。難しいね。防除、スタフォー、ディスマス。まあまあまあ、行きますか。スタフォー最前線。
防除ディスマスディスマスディスマス、じゃあなんとなくディスマス防除フォーチュンシーカーズ、なんす樹海向きのキャラを入れて、これ行ってみようかな。ジェスターのみ。ジェスター。ディスマスって追いはぎなんやな。賞金稼ぎ。墓嵐。とりあえず行ってみるか。で、このボスはまた後で倒そう。はい。小競り合いやから戦闘ばっかしやんな。クリックでスコップを売れるの。犬の餌。一定時間犬の力を大きく高めることができる。なんじゃそりゃ。何ですか？犬の力を大きく高めることができる？食用。はい、ます。もっといるかな。なんとなく12、12にしとっか。あ、そうなんのね。なるほど。スコップ。え、偵察ではあんのか。ん？毒消し包帯。鍵。どこがいるやろな。毒の敵おんのかな。樹海おりそうやな。なんとなくじゃあ、2個。薬草、アイテムを浄化し、悪影響を防ぐ。2個、OK、これでいこう。行ってきます。生きて帰ってこよう。毒と集結によるダメージは防御力貫通。ああ、じゃあ、やっぱ毒のキャラいいのかな、一体は。初めての樹海。よいしょ。ああ。さあ。新キャラとな。あとディスマスがこれを無事に帰ってこれたらレベル2に上がれると。少々集めなんかけど、少々集めんのなんか簡単じゃない気がするな。最初はどうしたらいいんだ。どうして現場に血が流れるんだ。樹海。ロードは相変わらず時間食うね。部屋の数とか一気に増えたりすんのかな。ちょっとまだ早いな、それは。いや、樹海もっと強くなってから来なあかんかったんかな。まあ、それは戦っていたらわかるな。無理そうやったら即撤退か。悲しいけど。悲しいけれど。長いね。毒と出血によるダメージは、敵の防御力も貫通する。わかりました。十分わかったんで、せめてここの文字ちゃうのください。じゃあ。腐敗が土に浸透し森の命を絞り取る。この邪悪を焼き尽くす。行きますか。部屋の数は？いや、そんな多くないな。頑張ってこう。スタッフ。なんかクリックできるとこ。いきなり戦闘ね。凶暴なしじゃ、凶暴なしじゃ。カルティストアコライト。突き刺し、探検投げ、さ、毒素中和、おー、毒出血を解消、探検投げ、突き刺し、全身に影隠しで交代に潜伏、はあ、あー、なんか難しい感じだね。突き刺しやったら、クリティカル、
対毒。あどう、とりあえず探検投げでいいのかな。攻撃成功率、クリティカル率、ダメージ。なんかビーストの方がやばそうやな。いや待てよ、突き刺しは良くないよな。やっぱこいつが最前線降りたやから。凶暴なしは倒そう。ナイスダメージ。強くね、防御。さあディスマス。武道弾発射かな。これが強いね、ディスマスの。イエス。いや、快適な戦闘は最高。さあ犬使い。これだからアイテムで使えんねやんな。犬の餌。え、猟犬の襲撃、これ強くね。あ、ストレスもう溜まってんねや、早っ。猟犬の襲撃、はい。あーでも2-2か。あーあんま強くないのかもな、犬使いは。さあスタッフ、スタッフどうしようか。敵はこのワンちゃん出血しとる。命中確率が高いので100。え、でも死の刻印ダメージなんぼやこれ。いや、これあかん。獲物を狩る、アッパーカットがいいか。え、ダメージ補正値マイナス6。ええ、弱っ。とどめを刺すか、獲物を狩るか。これ対人間強い。クリティカルプラス 7%。こっちの方がいいか。はい、よし、ええぞ。これはジャの猛圧。いやー、これはだるいね。あ、でもこの位置でもスタッフ、この位置でもやれんことはないのか。対人間強い。ほうほうほう、待てよ、スタッフは獲物を狩るやるか。いやでも、できればストレス取りたいか。いやもう行けるとき行っちゃうか。オッケー、よしよしよし、勝者最高。よし行こうか、行こうぜ。よし進んでこ。松明あるね、行けるとこまで行くぞ。でも一個つけよう。とにかく明るさ保ってやらへんように行こう。なんじゃこいつ、人間異形、ファンガススクラッチ。ちょっと待って、体力多くね。で、嫌な感じするな。防除、防除はね、防除は探検投げかな。探検投げ、ファンガススクラッチでいいのかな。はい、防御力の高いモンスター、攻撃ダメージを吸収する防御力の高いモンスターという。毒と出血は防御力に関係なく攻撃力を発揮するため、防御力の高い敵を倒す有効な手段である。防御力、いやー、これが防御やんな。防御が高いのはビーストか。さあデジャル、ニコ生あと1分で枠替えね。ただ出血が強いんやろ、やっぱこれが強いと思うな。いけいけいけ、3人出血か、全員出血や、強っ。これは強いです、強いと思います。結構血管炸裂、ターゲットを弱体化。あー、武道弾発射か、どっちだ。でもこれも一応クリティカル率上げるっていう弱体化ではあるか。いや、ちょっと手前のやつやっとくべきか。血管炸裂で、スタッフ、こいつ出血で多分やられてくれるよな。ちょっとワクチェンするか。死の刻印。ターゲットをマーク。ちょっとワクチェンしよう。よいしょ。
ちょっとワクチンして。待てよ。落ち着け、落ち着け。とか、回復、ヒーラーおらんのか。でも、ヒーラーってやっぱマイネか？回復、どうしたもんかね。ちょっとワクチンスクワッチするか。戦闘やっぱ、スムーズに行く方法わからんな。わからないね。閉じる。快適な戦闘ができるようになったらな。絶対おもろいのに。よいしょ。1、2。よいしょ。ほんだら、スマホを取ってみたけど、なんか、今一つの感じしちゃうな。あんまなのか？スタフォー。手前倒せるけど、なんか倒したとてって感じしちゃうな。死の刻印をこいつに打っとくか。防御は硬い、こいつに打つべきなのかな。なんかでもこいつ倒したらこいつら消えたりはせえへんのか。そんな甘くはないか。マーク。ああ。1。ああ、マークされた。やばい。やばくね？ 1。まあ、1ずつか。そいつを引き裂け。ああ、スタフォー死ぬかも。回復がないもの。これダメじゃね？探検投げ、マークされてるから、こいつにダメージじゃん。いいね。それは強いけど。運入。味方をガード。いや、これガードせなあかんか。でもほんま数削りたいという気持ちもある。くー。ガード、はい。こうして、OK。順番にね、10番に行こう。毒斬り。あー、ディスマス。マジか。ディスマス、そうね。なんかスタフォーあんま強くないかも。どうした、スタフォー。スタフォーがもっと強いとよかったのに。かるか。はい。あ、強い。でもマーク入ってるからか。あ、なんか余計なの残ったな。解毒。はいはいはい。毒消し。OK。からの、HP7。7もあんの？出血。くー。あ、ピストルショットはできへんか。ブドウだ、発射。よしよしよし。いいダメージやで。また毒か。ナイス、OK。こいつずっと毒か。嫌やな。とりあえずブドウだ、発射。よし。ビスマス、つえ。助かります。ほんで、いや、こいつを回復してあげることができへんもんな。いや、防御も弱いな。まずいね。ナイス。で、こいつを芝く。奥から行けたらナイスやな。手前。シンプルに、もう行っていいか。はい。OK。よし。紋章を。はいはいはい、OK。でも回復がね、回復がないです。薬草でどうなんだ？
これ消せんのか。あの、今け、薬草使うか使うか。あれあれあれ、使ってもしゃあなかったかも。食料もさ、言うてやんな。1しか回復せへんやろ。あ、2回復した。じゃあ行きましょう。まずは上か。上これなんや。戦闘。くー。いや、でも前衛これきつすぎるよな。あ、よかった。スコープ使うとこあるんやね。ってことはもう一個スコープいったんかな。そんな感じ。スタッフもちょっとやばいか。体力一番あるのは、ディス、俺ディスマスダメだよ。デジャルでいくか。何者かが最近この獣を切断した。肉が残ってる？おお、食料いいね。いいですやん。買います。戦闘やな。ああ、これ。ちょっと食料食うていくべきやったか？何これ？エクトプラズム。異形。え、スキルとかは特にないのか？ということは、奥のやつから倒したいのか？なんじゃこいつ。どうしよう。この異形。どうしたらいいんだ？奥のやつから倒すっつってもな。待てよ。ターゲット、やっぱ武道弾発射かな？つえー。迂回のスベリア。ナイス、避け。これ避けんのほんま大事やな。突き刺し。探検投げ。探検投げやね。探検投げ。探検投げ。誰だ？HP 少ない順でいいのかな。よし。エクトプラズムの死骸は残んねや。やめて。ナイス、余計。もうほんま避けんのが大事すぎる。これだから、ノックバック2。ノックバック2ぶち当てるか。アッパーカッチ。はい。こうして、そうそうそう。ちょっとでもこいつを手前に持ってこよう。これは襲撃かな？猟犬の襲撃。いやー、人間避けなかった。避けてくるね、人間。やめて、それ。ナイス。不快のスペル強すぎる。嫌です。これまた、ノックバックで、手前に引きずり出そう。アッパーカットで、はい。奥にやっ、あかんかった。やめて。いやー、そらそろそろ当たるよね。もう、これストレスためんの強っ。クソ強いやん。やめてください。探検投げ。まあ、まずこいつ倒すか。いや、でも。こいつ、よっしゃ、ナイスクリティカル。どうした？顔色悪いぞ。さあ、ディスマス。武道弾発射いいんじゃね？いいんじゃない？武道弾発射。よっしゃーん。まあ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 。許そう。ストレス取りたいけどな。でもこいつまた撃ってくるもんな。くぅ。出血。防御硬いのか。硬いのか？山撃つか。はいはいはい。出血入れて。
やめて。これは場所変えるだけやんな。よしよしよし。これありがたいな。で、ここはストレスを自分にやな。でもストレスマイナス2って弱くね？あ、ほー、みんなのか。それはいいね。これじゃあ血管炸裂いきますか。はい。よしよしよし。充血しなさい。ほんでだ。決めるのは、まあ、アッパーカットでいいか。出血で勝ちやろ。気絶やし。自分自身を強化。これはどう、もう倒し、いやー。これ、ちょっと一回やってみようかな。でも、この戦闘だけやんな。ずっとじゃないよな。突き刺し。ストレス下げてほしい気持ちはあるな。いや、でもそんなんでやってたらあかんか。突き刺そう。OK! 殲滅。おや、刺した？いいぞ。ムーブ。よしよしよし。この場所へ移動や。罠の解除。罠があるところに近づくと地面に罠が見つかる。解除する罠をクリック。罠の解除に優れているものがいる。罠の解除、誰や、誰ですか。罠の解除に優れてる、あ、これか。トラップ 40%、 トラップ 50%、 トラップ 50%、 40%。 ちょっとじゃあ防御に任すか。防御？ナイス！ストレスも取れんのか？めちゃくちゃいいやん。最高やな。あ、これは、松明。あれ、これは、あれさっき見たか？いや、見てないよな。これは何に当たんねや？特に何でもないのか？でもさっきなんか、デジャルで成功したからデジャルでいこう。え、病気？無気力。無気力、これか。いや、マジか。これじゃあ病気なんやな。病気は 30%、30%、30%、あれ？ 20%。 あー、じゃあまあしょうがなかったのかな。しょうがなかったと思う。松明減るんか。早くね。まあええけど、ちゃんとあるけど。今日12個持ってきたよな、俺は。ん？こっち行って。はい。あ、行き止まりなんや。なるほど。ほんだら、スンスン行こう。ストレス溜まってるね。戻らしてもうて。え、なんでそんなストレス溜まってんのや。最後尾はストレス溜まりやすいのか。なんかこいつだけストレス溜まってるもんな。場所入れ替えたるべきなんかな。ちょっと見とこう。いや、前と後ろがストレス溜まるのか。いや、そんなこともないか。さあ、下に行くぞ。行けるだけ行く。これなんや。神のおぼし飯だ。受け入れる準備は万端だ。なや、死恐怖症。HP50% 未満でストレスプラス 20%。まあ、でも、これ普通の人間やけどな。死恐怖症。それ普通の人間や。なんか防御出しゃばったな。空腹食おうて。OK。ちゃんとこっちから食うてくれんだよな。ありがたい。ちょ、松明がぐんぐん減るぞ。うわー、出たー。やっぱスコップは2個いるな。スコップは2個いります。これは、
これだみんなでやるやつやんな。くそー、いやーストレスめっちゃたまるな。あースコップマジで大事や。もうスコップ2個これも必須や。 OK、 ストレスだいぶたまってるな。やめてくかいのスペル。あぶねー。いや不調これ一番後ろやばくね。めちゃくちゃやばいな。いや困ったなぁ。防除対人間あかんねやんな。いやちょっと待ってよ、ストレス溜まりすぎや。ディスマスは武道弾発射。うわぁもうそんなことしてくるか。なるほどね、そんなことしてくるんすね。アッパーカッチノックバックは起きひんことも全然あんのか。スライム、ああもう通常攻撃か。いやこれちょっとどうしよう。でも2しか下げられへんしこれ使わなあかんよな。全体攻撃、この出血はマジで強い。シンプルやな2ターン目ね。ちょタイマーつけよう。あーやだね。探検投げ、単投げ、あー手前のスライムも嫌やけど、いや攻撃成功率は低いからあれするか。あこれ攻撃成功率俺のか。なるほど、こいつは絶対しばけると。じゃあ、しばっか。ほんでだ。ちょっとでも。いやー、これ引っ張り込んでくるやつやんな。あれ？あ、そうか、引っ張れへんこともあるよね。もう、これ強いって不快のスペル。ストレスためんの強。お強いっすね。それはお強いっす。そしてディスマスがあんまり活躍できへん。襲撃。よし。そうそうそう、行こうぜ行こうぜ。さあ、スタッフ。アッパーカットしたいね。こいつを後ろにやろう。後ろにやってくれ。よしよしよし、でけえ。これ地味に嬉しいかも。もう、これあかん。マジで終わる。あー、もうこいつ発狂した、もう。デジャル集中、どうした。えデジャルは、ストレスが溜まるとヒーローは有徳。有徳って何や。有徳状態ではさまざまな有益なステップボーナスがあって、街に戻るまたはストレスが再び溜まりすぎると解除される。何これ。下低確率でこういうのがあるのか。ウトクか、ウトクデジャル、お前はすごいぞ。やめて、もう強いね。ストレスを溜めてくるの。無気力やけどウトクすごいね。タイマーつける。やることといえば探検投げ、はい。避けられたー。避けられるねー。出血あるから近接もあり。武道弾発射。いや。命中確率が少しでも高い。75% やもんな、確率。83% 行こう。よし！いやー、でもそっか、人間死骸残んのか。くー、待てよー。これもノックバックするか？死の刻印でマークする。うーん、獲物を狩る死骸。ノックバック 200% 絶対ノックバックか。これで、あれ絶対でもなかった。あーマークしてこれでいけばよかった。くそー、
吸収足らんのか。でも出血で勝ちやな多分。 OK やな。え、あ、まあ倒しきるか。はい、 OK。 え、これ関係ないよな。よし、少々嬉しいね。鍵、え、鍵最高やん。開けるのは追いはぎのディスマスでいいのか。まあいいか。中身を手に入れた。ちょうどがいいね。はいはいはい。宝箱はどれな、トラップ、やっぱこうトラップなんかな宝箱。デスブロー、ちょっと体力やばすぎるか、スタッフ。どうしよう、まあ、行くしかないか。前だけを見て進め。あと2部屋戦闘だね。いやー防御力あるねちゃんと。どうしたもんか。探検投げ成功率。でもこの不快のスペルマジで嫌やな。刀剣のラッシュの、うーん、いやでも成功確率で言うとこいつか。いやー成功確率で選んだのに。これ奇襲になってんのかな。でも気絶状態なんかな。これじゃあいけんのか。はい、8か。8、いやまあこれ全体攻撃したいよね当然。よし、手前倒した、いいぞ。いやこれストレス減っていくん強。これ数削りたい。うーん、武道弾発射そんななんかな。血管炸裂、よし、いいぞ。やめて、それ強い、もうそれ強いなマジで。不快のスペル強い。あ、違う、アイテム、いやーやめてよ不快のスペル。うわー、クソ強い。松明、不快のスペルがクソ強い。突き刺しか、いいよ。ほんで、いやこれ倒しちゃったらストレスはやばいか。 OK、 ゴールド紋章ね。ムーブ、はいはいはい、行こう。なんとかクリアするぞ。これは何ですか。トラップのあれが一番高かったのは真ん中2人やっけ。じゃあまあディスマス、いやでも防御でいくか。お宝包帯いいね。西ページ命の石松明。ほんで進む、いやこれちょ食料食うか。さすがに食わんと半分はいくか。空腹ゲージってどこなんよな。え、みんなで食うか？食料。もう行くか。耐えます。ナイス。ほんで、でもこれ、食料はやっぱ食うとくべきかな。食料、半分は行こう。いけるか？うん、レッツゴー。犬の餌これ使うべきやったかもな。こっち行ってさあラスト戦闘があと2回か。犬の餌使おう。はいはいはい、待てよ。刀剣のラッシュ、刀剣のラッシュっていう名前かなって思うな。でもこいつは凶暴なしじゃん。ナイス、オッケー。ほんで、もうこれ強い。ね、あ、よかった。不快のスペルマジで強い。禁止カードです。松明。これなんか読めんねやな。22分の19。
探検投げ、探検投げ、いやでも刀剣のラッシュはまだやっぱ不快のスペルがえぐいな。でもこいつ対人間やから ACC ってないとき命中率が下がるんだよな。まあじゃあこいつか、凶暴ナッシュ、こうしてディスマス、武道弾発射、成功率は高くないな。でもまあいくか。よっしゃー、3人ともやってた、でかいねー。え、どうした、スタッフォー、包帯使おう、スタッフォーをビビらしやがって。あんまりビビらすんじゃないよ。待てよ、アッパーカットか死の刻印をあいつに打つか、死の刻印をこいつに、これでマークやな。どうなんやろな、マークされたのに強い。これで、あーでも、あーこれでこいついってみるか。強いねー、マークコンボちゃんと決まったね。よしよし、荒川よしよし、探検投げ、いや違うな、突き刺しやな。強い、素晴らしい戦闘。ほんで、ムーブ。過剰な自信はゆっくりとひそやかに、ひそかに己を殺すね。オッケー。調子こいたらあかんと。じゃあ行きま。何ですか？誰ですか？古い遺体。おお、宝が服装されていた。ついに嬉しいものが。あ、おそらく中に何かがある。あ、何もなかった。さあ、ラスト戦闘かな？待てよ。できること。特にないか。犬の餌を使おう。鍵。ウェバー、奇襲成功やね、こっちの。いや、いけるぞ、全然いける。自信持ってけ。これだから、気絶状態ではない。マーク、アッパーカット。かぁ、どうなんやろなぁ。アッパー、なんか、スタッフはあんま強くない気しちゃうなぁ。これ、一発で倒せるか？よっしゃー、でかいねー。やっぱ一発で倒せるのは最高やな。さあ、防御。探検投げ。探検投げ。はい。避けられたー。75% だというのに。武道弾発射。まあまあ悪くないんちゃう？さあ、デジャル。ちょっと犬の餌。一個食うてみよう。どうなるんや。強化。強なったやんな。で、この猟犬の襲撃がいいんちゃう？いやー、ちょっとダメージ足らんか。数減らした方がええな。ちゃんと倒そう。一番。あー、どっちが厄介や。消化液スパイ。まあ、手前から倒すか。よし。ナイスデジャル。ほんで、バイト。まあまあ、ダメージはいいねん。ストレスが嫌やな。毒毒ね。まあまあ、いけるよ、いけるよ。全然いけるよ。毒なんかへっちゃらやで。まあ、手前、数減らしかな。武道弾発射。で、買っちゃう可能性あるな。いや、まあ、買っちゃったら買っちゃったらいいか。どうしよう。いや、数減らそう。OK。Back to the pit. Back to the hell. 毒。毒消し。ああ、もう倒すか。とどめを刺す。OK。いけたね、樹海。いけたぞ。
よし。え、待って、なんかあったか今。なんかあるよな。トラップに強い、防御に開けてもらうか。はい。なんかあってくれよ。ただクリアやな。よかった。そしてワクチンか。腐敗の除去は終わりなき戦いだ。戦い続けねばならない。ジェスターのみの装備。デメリットないやん。ジェスターってでもなんなんや。これ、少々4枚しか取られんかったか。さあ、ディスマスレベルアップやな。リゾルブレベルアップ。クエストに成功するとヒーローはリゾルブ XP を獲得する。リゾルブ XP によってヒーローのリゾルブレベルが決定。待てよ。ワクチェン。ワクチェンだ。ワクチェンが必要だ。なぜかって？一般会員だからさ。リゾルブレベルはそのヒーローの熟練度合いを示し、ダンジョンで遭遇する恐怖に対するストレス耐性。おー強っ。低いリゾルブレベルのヒーローがより高いレベルのクエストを試みると、想像を絶するストレスのもとにすぐに崩れ落ちる。ディスマス3って書いてあるな。ボールドウィン2。え、これが今1になったんか？リゾルブ XP が。いや、もともと1か。あれ、0って書いてあるな。ターディフ。ターディフなんで0って書いてあるんだよ。リゾルブレベル0って、そんなことあんのか？こうして、こうして。待てよ。いや、結構ぐるぐるなってるなぁ。ニコ玉つけましてと。俺ちょっとスクワットしよう。ターディフのあのリゾルブレベル0ってのは何や？リゾルブレベルのマックスはなんぼなん？よいしょ。1、2。1、2。やっぱなるべく同じ人生かさなかな。今の4人どうやったんやろな。防御やっぱ弱かったか。いや、防うーん、でもそっか、4人樹海メンバーで揃えた過程、あれをガチメンバーにするんやったら、うーん、やっとリゾルブまあ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 、スタフォン。廃墟恐怖症。なんで廃墟行ってへんのに。武器イガケア。武器イカケア。武器のアップグレード費用。アップグレードしやすいってことやな。性格無比いいね。デジャル。気血。傷、毛が拷問に魅了されている。なんじゃこいつ。あれ、イガケでいいのかな。ヒーローの名前、色は、色？キャラクターパネルより変更可能。イガケ。イガケ。イガケなんて言葉ないな。イガケか？あれ？俺読み方間違えてるか？あ、でもイカケアってあるな。出た、これダウンロードコンテンツや。あ、ちゃうな。え？こんな、え？いつもより入隊規模が6名多い。え、でもこれダウンロードコンテンツやろ？え？なんじゃこれ。見習いネクロマンサー俺倒さなあかん。イカケアか。家々を回って破損した鍋、鎌の修理をして歩く職人のこと。なるほど。マイネは65のストレス。あ、マイネ復活者。ボーラム。竹は出ない。レイナルド。よしよしよし。あ、こういうことがあんねやな。冒険か追いはぎ。ほう。待てよー。
どうしたらいいのや。え、マイネは、ちょ、マイネどうやったらいい、マイネ死んだの、今のどこでもう一回見えんねや。マンイン。ボーラムはまだ飲んどきたいんやな。わかるよ。ちょ、マイネはどうなったの、ストレスなくなったけど。ん？このマークマジでなんだ？マイネ？わからんなぁ。駅馬車。あれ、モンブレダブリー。モンブレダブリーしてるね。賞金稼ぎ、神秘主義者。あ、ジェスターや。プルトマニア、金に変質的である。借り取り。え、オゼもジェスターか？あ、オゼもジェスターか。借り取り、フィナーレ、探検雑誌。その代わりこっちを覚えてんのか。コブの調べ。ストレスマイナス8。ターゲット、はぁ。でもこれフィナーレにつなげるには、フィナーレ覚えてないもんな。オゼがジェスターか。あ、オゼ樹海に強かったんや。そうなんや。ほうほう。いや、わかんねえ。これ、マイネが、どういう状態なのかわからへんな。マイネはもうダメなのか？服装変更は知らん。でも、とりあえず全員ゼロってことは、多分下振れやんな。この、高いレベルのヒーローではないってことですよね。武器制作、鎧制作。ギルドではない。武器、鎧、鍛冶屋。まあ、やっと一個武器制作アップグレードするか。武器制作。はいはいはい。んで、どうしよう。どうしたらいいんすかね。レイナルドは、ストレスを取りたいね。樹海は無理。祈りによってのみストレスが解消される。レイナルド祈り。はい。で、ディスマス、スタフォー。スタフォーなー、スタフォーはどうストレス取る？奇壁病、難しいなぁ。リスマスのストレス。たった7。前衛でもボーラもあかんもんなぁ。前衛は？前衛やってくれるやつ。おらんくね？ダバル。あ、モンブレか。モンブレにじゃあ頼むか。で、モンブレ弱かったんじゃなかったっけ？弱かったんじゃね？アイアンスワン。紅葉。出血攻撃。モンブレー、モンブレー、これアイアンスワン意味わからんな。意味わからんことないのか。じゃあちょっとモンブレー、マルシって回復の女やんな。
モンブレ、マルシ、ディスマス、あともう一人誰や。デジャルは、スピードマイナス4。これじゃ無気力消してもらうか。オゼ。どうだ。オゼ、マルシ2番目、ビスマス、光栄。でもこの光栄弱いよな。デジャルのストレス32。あれはどこ行ったんや。あの良かったやつ。ウトクはどこ行ったんや。ウトクはもうないのか。村へ戻るとか。そっか。ちょっと無気力なんとかしてほしいな。弱体化に弱なってる。くー、療養所。デジャルかな。無気力。ほんで、くー、難しいな。難しいでやんす。難しい。ダバル、アルクール、ストレスも溜まってるしな。わかんねえ。モンブレ、マルシ、カー、防除、防除。なんか一人取るか。もうこれ前には無理なんかな。前でのこの回復すごかったんけどな。前にき、この、前に俺ちょっと好きやったのにな。神秘主義者。神秘主義者おったっけ。オールナ・フラーマン。デュパスは前衛か。筋肉損傷？ダメじゃね？チボー、フラーマンかチボーか入れるか。リベンジ。フラーマン。不器用、空振り。うわー、でもクリティカル率か。不器用。廃墟冒険か。いいね。で、フラーマンいいかも。フラーマンか、チボー。これキャラによって得意なポジションちゃうねんな。タイムリーヒット。ちょっと俺、フラーマンで行こうかな。フラーマン後ろのほど、後ろに当てやすい。なるほど。ちょっとじゃあ、マイネさよならするか。マイネ。でも、もうちょい様子にするか。マイネじゃないキャラ。誰が、ダバルの毒。ダバルか、アルクールかやったら？あー、わかんないね。弱視、秋山和彦。くー、シェイニー、入江に強い。真ん中二人。オゼ。かー、わかんねーよー。ダバルも切るかー。ディスマス、レイナルド。あ、最初ゼロで一回一緒に戦闘行ったら1なんか。そういうことやな。オッケー。フラーマン。ワルチ。イップス病。いや、全然わからんな。
ダバルアルクール。わからないよ。いや、もう、マイネ切るか。マイネ切ろう。マイネ。解雇。ほんで、フラーマン。入れます。フラーマン入れて、フラーマンが最後尾やな。で、オゼに、持たそう。幸運のダイス。よしよしよし。マックス HP プラス 10%。素早さ1段。プラス 10%? 待てよ。どうしようか。どうしよう。すなわちニコ生ゲームってことは？ゼルはいつでも準備できてんの？なんか都合のいい時間とかある？それとも別に今日はそういうのはする気がある？ちょっと待てよ。わからないね。これだから、少々に。21を7に。ああ、難しいな。家宝のトレードって今やるべきなんかなんか今じゃない気がするな。へえ。なるほど。じゃあ、その時に俺がやってたらやろうか。ああ、レアアイテム取り扱いって。買えねえ。いやー、とりあえず行くでいいのかな。この辺とかやっぱ、でもなんか、強かったのかな。ストレス解消。ストレス解消なんすよね。ギルド。賭博。知りません。知りません。知りません。やで。賞金稼ぎ。そんなやつここ行きたいやろ。でもお金なくね？こんなことしとったら。あれ？あんま知らんのか？いや。修道院。傍女。宗教的ビジョンと。妄想を経験している。そうなんや。ああ、これわからんな。いや、この辺のやっぱあんま強そうじゃない。でも、王女ってどうなんだ？キャラが強いか弱いか見極められへんな。ちょっと一旦放置していくか。とにかく冒険がしたいと。なるほど。で、もう一回行きますか。いや。え？ガラスフィルムが割れたんか？ガラスフィルムが割れる。割れたまま使い続けたことはないかな。てか割ったことないかな。ガラスフィルム。我々の時代だ。準備はできてる。このボス戦やな。あ、でもこれ少々やん。これ、3個の、少々欲しいけどな。非常にレア。ストレスプラス10。ダメじゃね？タイトルに笑った？そらよかった。生まれてきた。
ガラスフィルムって俺分かってるかな。ガラスフィルム、あ、出た。あ、スカウトの笛。強そうじゃねこれ。これ、でもどうなんやろう。ガラスでできたやつ。多分使ったことないな。だから割ったこともないかな。これでもほんまは、ネクロマンサー討伐した方がいいっぽいけど、ちょっとこのデジャルのためにスカウトの笛買ってあげるか。どうしようかな。あ、そうなんや。全然ピンとこやんわ。この村のイベントって何なんだ。諸星人の祝日。証書ももらえるし、そっち行った方がいいのかな。まあ、どれやってもいい気がするけどな。生遺物を収集せよ。ああ、これいっか。賭博士のチャン。ねえ、行くなら、前衛モンブレー。マルシ2番目。フラーマン最後尾。ディスマス3人目。これで行こうかなと。あれ？これで行くのか？オゼはオゼ。大勢入る余地ないのか。せっかく幸運のダイスあったのに。くー、ガラスフィルムカッター、ハサミ、ドライバーとかで擦りまくっても傷つかない。へー、なんかこいつなんで赤いんだ。んー、なこれ、痛んだ頭蓋骨。あー、まあ、とりあえずこれでボス行くのか。どれ行こう。くそー、まあ、どれ行ってもいいんやろうけどな。それ使ったことないわ。ただまあ、なんかミッション的なの見ると、見習いネクロマンサーを倒すとは書いてあるもんな。倒しに行くか。ブラーマン、あれ、そうか、回復である必要はないのか。回復は一人でいいんか。マルシではなくオゼで行くか。せっかくこのなんか、マルシ温存のオゼでいっか。悩ましいなぁ。ディスマスの武器？ああ、強くした方がいいのか。なるほど。鍛冶屋。ディスマスになんかあるかなぁ。ディスマスはずっとこう、バリバリ戦闘してほしかったけど、なるほど。ディスマスをここに持ってくると。じゃあ武器強くしてみる？これやんな？ダメージ。うわ、ちょびっとやな、武器。武器強くすんのちょびっと？うわぁ、全然伸びひんやん。最初やからまぁこんなもんなんか。追いはぎの補強した街灯は、ライフさばきを鈍らせるが、ダメージの緩和より相手の攻撃を回避することに重きを置いている。まあ、じゃあちょっと強くするか。じゃあ、ディスマスなしやったら、あ、これだけでいいの？あ、た
半は使えへんのか。あ、なるほど。はぁ、あ、はぁはぁ、それ知らんかったわ。なるほど。ランク2。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁはぁ。最低値も最高値も上がる。そうやね。え、レイナルドもいけたんか。このオゼンもじゃあいけんのか。はぁ。なるほど。難しいなぁ。1になったやつは全員あげといたらええのか。連れてくやつは。ディスマス。あー、マルシとフラーマンは回復で被ってるから、マルシの回復って、でも弱くはないよな。金はそこそこかかる。そうやね。マルシとフラーマン被ってるから、フラーマン最後尾にして、え？次の？あ、マルシ行きたいのか。じゃあまあ、そうね。いや、フラーマン留守番するでもな、そうしたら最後尾のためにフラーマン取ったんや。ダブル回復はちょっともったいないよな。マルシちょっと、次の探索って言うたやんな。探索じゃないから、ちょっとマルシは外れてもらおう。大勢で行こう。カジヤ。だから、オゼとモンブレで行くか。オゼ。はい。ほんで、待てよ、モンブレも行こう。よし。じゃあ出発しますか。マルシではなくオゼで。よし。こいつ、このメンツで、このメンツでですね。でですですです。どうしようか。見習いネクロマンサー行ってみるか。レッツゴー。我々の時代だ。薪とキャンプ。ああ、初めてや。このクエストにはキャンプがあり、キャンプでは薪が必要になる。薪？薪は必要なクエストで、あぶね。自主的に、自動的に供給される。キャンプはダンジョンにいるヒーローに回復する機会を与える。傷ついたり、ストレスがかかっていてキャンプを望む場合、右クリックでアイテムリストから薪を選択。一回だけってこと？薪。これと合わせてヒーローの空腹を満たすのに十分な食料を傾向せよ。なんか食料いつもより多い気がするな。松明もなんか多くね。食料12。松明。お金なくね。松明12。これ、この宿命の復元を回復に使うから、包帯欲しいねんな。まあ、毒消しもあるに越したことはないか。でも金がね、どうしようかな。食料足らんかな。ひもじいね。食料12って足らんかな。さっきは1個ずつ使ってんな。包帯は絶対いる。1。あれ？あ。ああ、なんとなく感覚でいこう。包帯4。毒消し1。食料。食料16。これでいこう。行ってきます。ニコのマート2分14秒か。なこれ。廃墟。生と死を支配すること。私が当初追求していたのは主にそれだ。
謙虚な姿勢ではあったが、それは限りなき野望であった。死にゆくネズミの足が痙攣するというような些細な出来事に未来の予言を見出す者などいただろうか。アンセスターの回顧録ネクロマンサー3分の1。見習いネクロマンサーやもんな。ネクロマンサー編ってことやんな。一面の、だから最後がボスってことか。3分の3が。知らんが。とりあえずこいつを倒そう。お互い見習い同士な。まあ、ディスマスはもう見習いじゃないけど。見したろう、ディスマスの。一応ディスマス、モゼ、じゃ、オゼ、モンブレ。この3人が初めて武器強化したからな。なるほど、武器強化で俺一旦使うかと思った。武器強化は一周使わんと使えんねや。ありがたいです。そして、ロードが長いです。よいしょ。そして、ニコ生があと1分。ワクチェンだね。これがネクロマンサーなんか？あ、せや、ダーキストダンジョンってさ、2あんねんな。ダーキストダンジョン2ってあんねんな。こっち行って、やばくね。あ、そんなやばくはないか。まずこっち行ったくね。ほんでだ、はやー、幸先悪、ストレス溜まった。大丈夫かフラーマン。なんか2あるっぽいよ、ダーキストダンジョン2って。じゃあワクチンします。なんか去年、出てそう。スイッチでダーキストとかで調べたらさ、ダーキストダンジョン2って出てきたわ。見てへんけど。よいしょ。ふぅ。まだまだつかめてへん。そっか、俺、トーチェンとかやたらさ、金が最初は大事みたいに言ってさ、いや、金より、証書がないと、その、レベルの高いヒーローこうへんやんって思ってたけど、金やったな。気になるけど、1もクリアしてない。え、それって一番簡単な難易度やけどクリアしてへんねやっけ。それ俺クリアできんのかな。スクワット10回します。 1,2、 まあ、一緒にやればいけるな。 1,2、 タイトルにもある通り3人よればモンジュです。3人よればモンブレです。ほな行きますか。まずあるね、トラップ耐性が一番あるやつ。 30%、 40%、60%。 期間開けたら分からなくなった。なるほど、ディスマス、あ、トラップ耐性 10% やったからトラップ食らったのか。中には地図があった。まあなるわな、そら。うん、だって要素が多すぎるもん。そらそうなるわ。キャンプってどのタイミングでやったらいいんやろ。キャンプスキルとかあるでな。うん、分かれへんな。一回目はヒントくれんのかな。ここでキャンプやったらいいよって。いやー、このボーン、ジェイソン・ボーン、うわ、嘘やろ、全員それた。いや、強っ、マジっすか。ちゃんと強いやん。攻撃成功率高くないな。どうしようかな。手前から行くか。クリティカル率アップ。真ん中以降でピンチになったら、なるほどね。ありがとう、一つの目安やね。これどっちがいいんやろな。成功確率が低いのは嫌やんな。いや、確実に行くか。OK。やっぱすごい下振れなんのが怖いからな。
刈り取り 90% いいぞ。フィナーレ、でも自分自身ストレス、刈り取りやな。刈り取ってフラーマン、数減らすのは大事。まあせやね、スレスパもそうやったもんな。ストレス減らす技はないもんな。弱体化の呪い、ターゲット、あ、対異形、アンデッド、これどっちがいいんだ、これとこれはどう違うんや。なんかあんま違い分かれへんのがあるな、パッと見て。あー、よう分からんな。なんか同じような感じに見えちゃうけど、範囲も一緒やし。弱体か。でモンブレにやってもらおう。誘惑のゴブレット、ナイス。もうこの回避むっちゃ大事、とにかく避けて。そうそうそう、デッドウェイト、何ですか、レジスト。ほんでだ、あー、切り込みかな。はい、オッケー。これ死骸めっちゃ邪魔やな。どうしたらいいんだ、もう。おい、やもうナンドマンから行かなあかんかったんかな。ちょっとストレス溜めてくんのむっちゃ腹立つな。回避ゲーなイメージある？そんな感じする。刈り取って、よしよしよし。ちょっとマッドマン潰そう。マッドマンだるすぎる。これどうしたんやろな、奈落の宝術。いやー、ナイスクリティカル。よしよし。ほんで、切り込み、無理やんな。あ、いけんねや。違いあっても。ほんで、これどうしたらいいんだ？何をやるのがいいんやろな。命中、手前も 75% か。追跡だ。あ、微妙かな。刈り取り当たるのでかいな。フィナーレは打つ必要ない気がするな。でもそしたらもう刈り取りだけか。微妙か、オゼ。オゼはもしかしたら微妙なのかもしれん。こうして、ディスマス。倒しきるか。ピストルショット。79か。あ、ピストルショットかな。オッケー。よしよしよし。病のチャーム。病気に強くなる。病気に強くなる。ディフェンス。どうなのな、病気、難しいね。いや、巻きはまだ早い。まだだいぶ早いな。トラップ、ディスマスで、開けよう。よし！朗報、秘宝。朗報、秘宝です。俺、アイテム持ってきすぎたかな。まだ戦闘あんねや。懺悔、ヒーローの罪を懺悔。どれのことやろな、罪を懺悔は。まあ、ディスマスに頼むか。やった、やった、やった。そういうのあんねや。いや、こういう上振れはマジで楽しいな。スレイザースパイの時もそうだよ。何やこいつ、コレクター。ラブ、愛は、初めては HP70、初めての中ボス。なんじゃこいつ、初めて見ました。ターゲットをマーク、ターゲットを弱体化、
マークの方がいいかな。よっしゃ、マーク最高、血管炸裂、よしよしよし、削るぞ。初めての中ボスやな。どれぐらい強いんや。消臭のコール、うわ、あーこれはやばい。これどうすんの、これやばくね、これ参りましたね。アイアンスワンで奥行けるけど、いやマークされてるからアイアンスワンで奥削れた気持ちあるけど、どうしよう。刈り取り、これどうやったらうまく削れる、アイアンスワン。いやでもこれ手前からやるべきやんな。でもマークあるけどな、マークあるけど手前からやるべきか、難しいね。ダメージ、いや手前からやるべきやろな、これは。いきなり簡単じゃないね。ナイス、よう12出したな、でけえでけえ。さあディスマス、武道弾発射、命中率なんともやな。いやまあでも打つか。よっしゃー、3人ともに当たった、でかいでかい。ヘッドゲームズ、防御、防御か、防御ね。まあこれは刈り取りでいいんちゃうか。はい、よしよし、着実に削ってこ。あ、こいつがガードしたんか、こいつ。コレクションショー何ですか。おー、ストレス溜めてくるか。嫌なジーパンやな。体力回復はまだ使わんでいい。ターゲットマークはもう終わっちゃうな。弱体化。ダメージ。プロットって何やったっけ？どうだ？どれをしたらいいんだ？あ、まあ、これで手前マークして、にするか。順番に削ってこう。手前マークして倒しやすくして、やめて。ヘッドハット。なんだ！うわー、出血した。おー、やだねー。切り込みでこいつしばく。よっしゃー、いいね、こいつ。モンブレいいね。モンブレがすごくいい。出血は放題。よし。で、はい、マークされた。うわー、これどうしよう。いやー、まあ、手前倒すべきかな。ほんまマークしたやつに打ちたかったけども。まあ、しょうがない。そしてだ。回復してあげたい気持ちもあるんですけど、マークが消えちゃうよな、このままやと。な、多分、マークをやるべきでしょう。多分ね。よしよしよし。再度マークして。あれ？あー、刈り取りの位置に、あー、そっか。まあ、切り込みがあるから、前進してもいいか。探検雑誌。よし。ほんで、行くぞ。これ。おい、マジか。これ。嘘。ちょっと待ってよ。これどうしたんやろ。わかんないね。ナイス、素晴らしいモンブレ。10年に一度のモンブレ。何や、ヘッドエイクで。何ですか。
うわーやめてよ強化。え、こいつさ、はぁ、ちょっと待って、これじゃ手前から倒し、ちょ、ま、リスマスやば、いやちょっとマジかよ、回復つかない、リスマス死ぬやん、7しか回復せえへんか、これちょっと待って、やばくね、いやこれこいつ削らなあかんやん、とにかく手前じゃダメじゃん。フィナーレどれぐらい食らうんや、フィナーレダメージ23、え、フィナーレぶちかますか、いやフィナーレのダメージを上げよう、探検雑誌、はいはい強化して、いやちょっと待ってよ、強烈な切り込み、うわー避けられし、避けられしものです、いえー、ファイマークやからピストルショットがダメージ入るはず、よしよしよし、そうそうそう、なんとか後衛で行かなあかんかったんやな、後ろマジか、フラマーマークはまだ外れてないな、はい異形、お強いよ、対異形、でもダメージ4から6、あーでもうーん、あーまあいくか、よし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 、ほんでちょフィナーレかますか、でもプラス 100% ってなんなん、ストレスプラス 100% が怖いねんな、これ使うか、使えばこいつ倒せるよな多分、強い、え、いけたよな、あーなるほど、手前倒しちょっとあかんかったんやな、なにこれ、神秘のトラペドペドロ、クソ高いやん、大勢はちょっと、じゃあストレスマイナス8、オゼちょっと前か、オゼこの位置おるか、そしたらこのストレスを減らす技を使うことも見えてくるか、まあ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  OK、 とりあえず OK ね、これはほんでいきます、ああいう風にやっぱ奥を倒さな、なんかまあ中ボスを先倒さなキリないっていう敵もおるねんな、うん、経験値が溜まった、さあこれどうやろな、刈り取り、刈り取りは何ダメージや、3から4、探検雑誌5から8、まあ、削れるか、いやでも下振りやったらどっちみち削られへんわけやから、いやーでもどうやろな、コブの調べを打ちたい未来もあるから刈り取るか、4-3、いいぞ、武道弾発射、いやーでも 60% か、6から11手前はほぼ倒すそうやな、じゃあこれするか、よし確率高いのをちゃんとやっていこう、回復は、まあ、悪くはないけどって感じか、フラーマンはなダメージ1から2、フラーマンはねあまり攻撃は向いてないもんな、回復するか、14、5回復、7、リスマスいっか、
よし、回復しといて、ほんで出血、モンブレで、モンブレはね、切り込もう。体力多いスピッターの方がいいのかな。はい、よし、危なげなしだな。雷です、雷の匠くん、やめてよ、できるだけ避けて、よし、最高だ。バイト、あー、まあでもそのために俺は、あ、毒にはならんかったか。よし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 、いいぞ、よし、ストレスを取ろう。コブの調べでは取ってあげるか。はい、いい戦闘やぞ、いい戦闘、充実の戦闘。くら、バイト、マジか、あ、毒になっちゃった。まあ、しょうがないしょうがない、切り込んで、 OK OK、 いいぞ、毒消し、そしてディスマスで開けよう。あ、鍵はいらんのか。中身を手に入れた、紋章共同、いいね、 OK OK、 ちょっと待って、楽しくやってきたんちゃうか。これ何や、トラップ、あー、一体の見習いネクロマンサーを殺せ、これどういう、あ、え、スコップいんの、あ、じゃあ大回りしたらいいのか。これじゃあこの距離を取って戻ろう、こっち行ってまず松明、これね、なんかようわからんやつ、装飾された骨壺、なんかどれに関係すんねやろう。はい、衝撃の石、あー、翡翠、鬼キス、なんじゃそれ、鬼キス、なんかいらんのないかな。300ゴールド。でもこのゴールドは溜まってきそうやもんな。オニキス。アイテム持ちすぎか。いや、ま、この二つはいらんか。いやー、大事か？アイテム欄圧迫するな、マジで。これゴールドはだって溜まってくもんな。まあ、これ一個手に入ったから、ちょっとこれはスルーしよう。ほんで、あ、でもディスマスは喜んでる。障害物があんねんな。だから戻ろう。戻って、あ、戻るというか、あ？戻りまして、で、これトラップあるのに、下行くのかどうかやな。トラップはディスマスは 60%。行くか？欲深く。せっかくやしな。頑張ってくるディスマス。そして松明のペースも早いね。ナイス、最高だディスマス、めちゃくちゃ信頼している、最高だぜディスマス。ほんで松明をつけよう。なんもないのか。なんもないな。ということは、こう戻って、で、右側進もう。ふう、頑張るぞ。ここ行って、見習いネクロマンサーはきっと一番右上におるんやろな。きっと。カット？こっち行く。さあ、箱だ。何ですか？肖像が、いやー、アイテム欄もっと、これ松明足らんくね。敵だ、こっちの奇襲やんな。よしよしよし、ええぞ。これでもダメージ6に与えられへんから回復に使うか。
自分かな、自分自分自分、下振れたらゼロか、マジか、そういうことしてくる。探検雑誌、あー数削り切られんかったか、いやーほんま、クソ、ミスったか、ストレス取るべきやったか、ミスったかもしらん。オッケー、モンブレー切り込んでいいよ、むちゃくちゃいいやん。バイト、やめてあげてよ。うわー、フラーマン、フラーマン大丈夫、あ、もう毒消しないのか、え、フラーマンやばくね、自分回復、いやーこれ、あー、ストレス取ってあげたかったけどな、ほんまは。毒、これだって自分にしかできへんもんな、紅葉やば、毒もっといったか、これはどうしたらいいんだ、やばくね、買ったけどスペースがいっぱいだ、いやーどうしよう、少々絶対いる、どうしようかな、食料、どれがいらんねや、これなんで包帯に入れられ、あ、包帯入れれんのか、かー、ゴールドいらんかな、衝撃の石、このコモンいらんか、胸像、松明はいる、食料、あー、この辺消すか、衝撃の石、こうして、え、これやばいか、毒はまずいのかもしれない、これさ、どうだ、上行って左行く余裕ある、行ってみるか、どこでキャンプ、いやー無理か、襲撃のたびに1のダメージ、あ、俺ポジション失敗したかも、やってもうたか、ボーン、暗闇のバンプ、ててててん、つててててん、ててて、上振れれば倒せる。いやー、甘くないなぁ。ディスマス。当たれば手前倒せる。よし。これは素晴らしいっすね。まあ、でもフラーマンには一応回復があるから、それでいくか、なんとか。これがあるもんね。1しか回復できへん。なぜだ、やべえ、大丈夫かフラーマン、切り込み隊長、よし、ほんであの死骸は無視したいな、ごめんな、解毒剤ないねん、自分で回復、そうそうそう、いいね、回復しとってくれ、すまんが、ほんでムーブ、ここです、で、ディスマスは、錆びついたマシンガンで、6、11。いいよ。いや、こっちの方が良かったんかな。コーレルショット。ナイス、よけ、回避が最高。もう、回避は、最高です。これ、HP 回復1地味にいいな。紅葉。OK。ほんで、え、増えんのか、増えるのは良くないぞ、ダメージが一番出んのはどれや、これで勝てるか、よし、よしよしよし、
いい感じです。松明ビスマスで開けようからでも全然よ。連続やね。いいよ別に。別にいいもん。こっち行って。あれ敵はおらんのか。ん？こうして。松明足らんかもな。やべえ。これさっき奇壁なくなったよな。やばい奇壁持ってるやつ。夜行性、モンブレちょっと嫌やな。非ストレス回復マイナス 10%。それもちょっと嫌やな。無器用空振り。ああ、これも嫌やな。ちょっとフラーマンで行ってみるか。はい。ありゃー、マジかー。そっか、ストレスが溜まるか、奇壁がなくなるかやもんな。どっかー。ストレス溜まってフラーマンで一旦失敗やったかもしらんな。ありゃー。まあ。ちょっとやばいな。フラーマンが発狂しそう。松明。なんもなかった。なんもなかったやん。くそー。あと1分でニコ生ワクチンね。知らない毒は治ってるな。こうして、まずこっちか。なんとか頼むよ。クリアさせてよ。まだ一応クリアできへんかったことはないな。進んでく？いやー！わー！これ嫌やなー。やっぱスコップもいるんやなー。くそ、この辺のアイテムの優先度はどうしたらいいんだ。まあでも、あー、これストレスめっちゃ溜まるもんなー。やば。これで無視できへんもんな。どんなダンジョンでもスコップはやっぱ2個いんのか。障害物つら。ちょ、ワクチンしようか。障害物つらいな。今んとこ最大障害物2やから、くそ。アイテムの優先度。まあ、でもアイテムは一応ゴールド順やな。どうしようか。でもここまで、これをやって、あれか？キャンプか？これやったらもう結構フリーマンがストレスがやばい。あれ？ワクチンでけんな。重たいなぁ。ブラウザが重たい。でてでててんでんつててんでてんでてん。でててでんてんでてん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 。こうして。こうやな。で、じゃあ、スクワットしますか。1、2。さあ、どうすんねん。どうすんねん、俺。行こう。あれ？戻ってから、もう一回か。はい。ストレスが？ああ、やばいか？やばそう。そして松明。松明ももうないやん。早っ。ああ、よかった。それいいんですけど。こんな感じでいける？未来あるか？
こうして。やばいなぁ、マジで。ナイスよけー、やるねー、大勢。トラップ 40%。素晴らしいです。よう反応したな。松明。いや、ちょっともうきついか、中宮から。あー、ちょっと良くない感じするね。もう松明がね、どこでキャンプだ？もうそろそろキャンプじゃね？空腹食べよう。もちろん食べて。敵か。どうなんすかね。どれだ？これやったら、ダメージ1から2。ターゲットをマーク。ターゲットを弱体化。まあ、マークかな？で、こいつを削ると。弾発射。炸裂。あれ、微妙やったかな？古き神に服せ。ジャガーシー出血か。刈り取り。いや、これストレスマジで減らしたい。刈り取って、ストレス減らさなマジでまずい。やめてよ。ナイス避け。もう避けが本当に大事。あー、あかん。あー、終わった。うわー、フラーマン。あー、何これ、絶望ってなんや、フラーマン。クソ、フラーマンに何しやがった。うちのフラーマンに何したんですか。強いね。フラーマン、これ終わったのか。絶望って何や。おい、フラーマンよ。お前はもう終わりか。くそー。マーク。こいつマーク。いけるよ。ちょっともうやめてくれ。いやー、出血。待ってくれ、待ってくれ。うわぁ、もう、ストレス溜めるのやめてよ。紅葉かなぁ。あ、まあ、包帯でもいいのか。いや、でも、自分のキャラの時は紅葉使っとくべきな気がするなぁ。ほんまかぁ？わからんけど。こうして。まあ、ここは包帯やな。ほんで、武道弾発射。どうだ？よしよしよし。で、これは、もうこれ絶望なったら意味ないのかな？ストレス削っても。もう手遅れか？少しでもね。気持ちね。で、こいつは潰そう。はい。いやー。包帯、サファイア。絶望しちゃったよ。あ、本や。はい。永続的な効果。入江探索家。あー、でもこれ、どうなんやろな。強いのか？なんか、なんか微妙な感じしちゃうな。やべえ、もう松明がない。いやー、ちょっとやばいかも。これ倒したらキャンプか？倒せるのかね。ダメージ3から4。まあ、刈り取りやな。よっしゃ、ナイスクリティカル。クリティカルはいいよ、本当に。そしてだ。
誘惑のゴブレット。なんかやってくるね。やれることやれること。アイアンスワン。9から17いいね。8から14。絶対倒せんのか。じゃあ削るべきか。絶対に倒せる。でもこいつも厄介やけどな。アイアンスワンで倒されへん可能性もある。命中率。いや、倒そう。こうして。でも、コーレルショット強え。回復かな？いやー、まあ自分か。OK！ ほんで、ここはですね、4から8弱いな。なんかあんま強くないな。まあ。削らしてもうて、アックスブレード。名前強そう。あ、3やった。全然強くなかった。よかった。やめて。まあ。ストレス溜めてくるね。いや、ほんまはストレスを削る技をしたいよ。でも、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。刈り取る。さあ、武道弾発射かな。OK。ぶち当てて、クラーマンはこの回復を。はい。いいよ、お銭。まあ、しょうがない。切り込み、ぶち当てる。よっしゃ。それでいいんやぞ。強いね。強いね。ちゃんと強いね。どうしよう。ストレスを。これもう無駄なんかな。一応やっとこう。あ、出血。包帯使うべきやった。ミス。どっちが食らう？ピストルショット。OK。よし。まあ、まずの戦闘か？回避の意思。はあ。回避の意思。食料で回復。待てよ。包帯。11。16。食料。共造。回避の石。よし。で、ディスマスで開けると。OK。コモンはいらんか？価値そんなやな。紋章、よし。これでいくか。閉じて、キャンプすべきなんかな。ヒーローの、だってこれ、松明とか考えたらキャンプ、どこや？もう一個だけ行くか？もう一個だけ行ってキャンプするか。でもちょっと、暗くなったらまずいよな。あ、松明や。OK！ いいぞ。嬉しいっすね。はい。で、つけて、よし。じゃあ、ここでキャンプするか。敵倒してキャンプやな。奇襲成功、よし。めちゃくちゃいいぞ。で、まずやっぱ刈り取りかな。いやー、でもどうだ？刈り取り。よっしゃー、ナイスクリティカル。切って、切りまくれ。この最悪な結婚生活から解放してくれ。大丈夫か？大丈夫じゃなさそうっすね。
ターゲットをマーク、ターゲットを弱体化。マーク、こいつかな。で、モンブレが行くんかな。ディスマス。ブドウだ、発射。ぶちゃけろ。よしよしよし。ほんで、モンブレは、切り込もう。こいつやったら倒せんのか。でも、刈り取りでいくか。いやー、どうなるな。いや、クリティカル出るんちゃうか。甘かったな。いやー、今の甘いやったな。ナイス、よけ。コーレルショット。7つえ。ナイス、よけ。助かります。4か。うまーく戦闘したいが、どうすりゃいいんだ。ぶち抜け。いいんちゃう？ほんで、刈り取りがちょうど良さげやね。刈り取らせてもうて、よしよしよし。すごくいい気がするぞ。コーレルショット。6。やだねー。回復はいる。10。いやー、ディスマス。オッケー。出血したか。アイアンスワンやね。はい。いいよ。もう一回アイアンスワンやったら勝ちかな。血を止められない。包帯だ。ほんで、まあ、マークかな。マークハミル。あ、買っちゃった。オーケー。コモン。いやー、巻きはくべるか。どうしたらいいのやで。この辺、いやー、これちょっといらんか。紋章と日誌ページ欲しいな。回避の意思。これはいるのか？てか、これも装備できるか？あ、無理か。いや、ここを持ってきたら装備できんちゃうか。スピードが高くて、スピード2。なんでそんな遅いんや。スピード7。スピード5。絶望してる。大丈夫か？ディスマスにも出すか？いや、スピードも大事やろうけどな。病気、いやー、もう難しい。これだから、こうやって持たせれんねやんな、多分。適当に渡しとくか。ほんで、病気、弱体化。病気30。病気30。病気20。ああ、もうもろもろ山なってんねや。持たして、これもなんか持たすか。いや、この判断間違ってんのかな。そしてキャンプするならここか？あれ？ OK。 キャンプの利点。キャンプには2つの要素がある。食事とスキル。食事の際にはどれくらいの量を食べるかの決定ができ、それにより回復度合いが変わってくる。食料を十分傾向すること。スキルでは回復に使われる様々なヒーロースキルに休息値を割り当てることができる。いや、8でいいんじゃないですか。8。休息値12。自分自身のみ。体罰効力100段。いや、これはこれすべきやな。
希望の断念と、ほう、美しいものにはトゲがあると、なんかいい名前やな。銃の手入れ、追いはぎの勘、さあモンブレ、戦闘トランス、神を拒む、なんだこれ。とりあえず希望の断念、え味方、味方のストレスが増えるやと。あのこれ使ってからやったんやんか。押してで、ストレスマイナス15、やれることやろう。これ強くね。絶望してるからあかんのか。励ます、やってあげるか。こいつは無理なのか。励ます、はい、お、いいね。励ます、よしよしよし、いけてるじゃん。じゃあ銃の手入れするか。 OK、 休息。まあ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 、え、で、はい、初キャンプ終わったけど、最も光の届かない奥底に秘められし者が見つけられるだろう。はっ、えはっ、あ、改めて松明いんの、キャンプの後。最悪やねんけど。え、え、何これ、嘘、ちょっと待って、ええ、ちょっと嫌や嫌や嫌です。え、いや待ってくれよ。え、松明どうしたらいいの。松明取っとかなあかんかったんか、ミスター。松明の仕様わからんかったもん。やべえ。どうしよう。回復するしかないか。出血しちゃった。いやー、マジかよ。やばすぎる。いや、ちょっと待って。もう、これ、えぐいわ。はあ、キャンプしぞんやんけ。もうキャンプせんかったらよかった。はあ、信じられへんな。そんなことあんの。ああ、まあ数削るか。いや、やば、マジでやばい。いや、もう何もできへんや、モンブレ。いや、ちょっと嘘でしょ。ピストルショット大手頼むわ。こいつ潰す。よし、ほんで、いや、これやばくね。18、8、19、7、いや、終わる終わる、やばいよ、やばいです。大丈夫か、モンブレ、モンブレ、なんとかしてくれ。切り込んで、よし。うわ、もうこれキャンプせんかったらよかった。あ、なんかそういうイベントか今の。ああ、じゃあ、まあしょうがないのか。くー、ムーブ
大丈夫かよフラーマン、死ぬぞ。食料食うとけ。じゃあ行こう。さあいよいよラストか。なんとか。いやー出血、あ、包帯はもうなかったんだっけ。いやまだあるやん包帯。負けよ。さあいちいち言わなあかんか。さあいやーまだせ、わーなんでなー、わーこれ強すぎるやん。モンスターが奇襲を受けるって書いてあるやん。話が違うよ。話が違います。OK。いや、これ、ボンブレ最後尾は赤。ああ、ナイスよけ。誘惑のゴブレット。ストレス溜めてくるね。まずいね。武道弾発射。いやーマジっすか。おいフラーマンどうする。ムーブ。あーつらいな、つらいよ。ボンブレムーブ。いや奇襲つらすぎるなマジで。球団もうストレスで死んじゃうな。あ、ストレス別に上がらなかった。いや、ちょ、敵強ー、もう。敵強すぎるわ。ムー下がって。さあ、おぜ。探検刺しするか？こいつ。強烈な切り込みできるもんな。探検刺し。探検刺し、マッドマン、ああマジかよ。敵が強すぎる。マジで終わるな。あー、フラワー。オッケー、次オゼね。間に合うかな。切り込み。よし、ナイス、ワブレ。ええぞ。ほんで、やめて。これ終わり。うわぁ。当たったら負けあるぞ。凍れるショットとか撃つなよ。禁止やからな。ピストルショット。7、13。倒す可能性あるな。弱え。これは？いやぁ、ピストルショットいくか。8かぁ。あーほんま刈り取りしたかったけど、まあいいでしょう。しばいて。もうなんでやん、もうそれは無理だ。使うのまの安らぎ。切り込み。あーいやー強ー。これだってまだ見習いネクロマンサーじゃないんやろ。それでこれかよ、もう敵強すぎるわ。死ぬ死ぬ死ぬ死にます。終わります。 OK。 切って切って切りまくれ。リースマス。あーまあまあまあ、いやでももうこれ終わるやん。薬草肖像が包帯。もう回復がね。フラーマン死ぬ。ムーブ。こうして、いやフラーマン死ぬな。順調だった。俺らはどこに行ったんや。もう何も回復できへん。もうくそー、行くしかない。奇跡を起こそう、見習いネクロマンサー。限りなく醜悪で望ましい悪夢が現実となったか。もういきなりその攻撃、嘘でしょ。
紅葉でちょっとでも回復か。紅葉少しでも上げて。いやフラーマンマジで死ぬな。まずフラーマンか。オッケー、次間に合うかな、モンブレに回復。超心配。これは武道弾発射。よし、こうして、さあ大勢やれることやろう。まずは手前か。はい。足らんの？足りとけよ。OK。武道弾発射かな？あーもう。まことなりか。OK。数削って。血の巡りが早まった。死肉の数。終わったか？危ねえ。ちょっとさ、はい、ナイスナイス回復。切り込み3ラウンド。どうだ。いやこれ後ろでもどんどん増えてくんかな。後ろ、よし、ちょっともう後ろマークいくか。こいつ倒さな。やばいな。でもこれ攻撃した後また増えんのか。あーやばいな。いや終わる、終わりますねこれは。マジか。58上振れれば倒せるか。いやーちょっと待って、こう、あーこいつのターン飛ぶか。あーじゃあ終わりだ。あマークされただけか。6、4。あーちょっともう頼む。トーチヘッドの順調だねというコメントがマジで虚しく残ってるな。うわーもうこれつらで手前倒して死骸残んのか。なるほど、切り込みでこいつ。 OK。いやちょっともうやめてよ、死の爪。3、4で復活かこいつ。あー待てよ、フィナーレの攻撃力をちょっとでも上げてってか。ーこうする、あと1本で2個の枠替えか。いやー死ぬ、いやーもうダメだ。下振れ来たら終わりだ。こいつマークもしたいけどちょっともうさあ無理だ無理だ、諦めるな。あー敵が強い、風像だ。打ち当てて、いやこれ HP1 回復じゃダメだよね。こいつ削るか。いや見習いネクロマンサー行く。よし、こいつを殺さないとどうにもならん。腹くくれよ。はい、よし、もう行くしかない行くしかない。頼む、お願い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 、フラーマン回復させて。あーパスだ、パスは一番あかん。もう攻めよう、攻めるしかないぞ。ちょフィナーレかますか。フィナーレどれぐらいいく。あーもう行ってもいいのかな、フィナーレ、フィナーレ行ってもいいのか。どうだ、いやもう一発普通にいくか。くー待てよ、こいつの攻撃範囲。一個後ろ下がっちゃうと、切り込みができなくなるんだよな。あー、じゃあ手前か。よし。ちょ、わずかな可能性。お願い。やめて、やめて、やめて。
頼む、くぞー。あー、ニコ生が終わってる。待てよ、ワクチンや。これはおそらくダーケストダンジョンラスト枠かな。頼むよ。ちょっとションベン行ってくるか。ションベンが出そうだ。ああ。ふぅ。いや、ま、こいつ倒してからにするか。こいつは倒そう。こいつ倒したら、保冷剤もチェンジして、ションベン休憩行ってこよう。倒せんのか倒されんのかわからんけど。助けてくれ。死にたくないです。一応スクワットだけはしよう。よし。死にたくねえ。1、2。1、2。1、2と。死にたくないです。あー。あー、30もある。上振れれば30もある。4から7、5から8。あー、もうわからん。うわー、どうしたらいいんだ。フィナーレで勝つ可能性あんのかな。クリティカル率 22%?22% で勝ちなんかな。いや、ちょっと待てよなー。くー、ボーンソルジャー行って、マジでやばい、マジでやばい、マジであかんぞ。いや、出血をぶち込みたい気持ちは当然あるんですけどね。よし、で手前倒して、ほんで、あー、これを、うーん、どうだ、回復優先か。いや、でも回復も追いつかんから、マークしよう。ああ、もう、終わる終わる終わる。モンブレ HP が0になったヒーローはデスドア死の淵にいることになる。このような状態でステータスによるペナルティを受けたり、さらなるダメージを受けると死ぬかもしれない。いや、そんな言われても、あ、紅葉を使えばいいのか。紅葉を使えばデスドア免れんのかな。はい、これデスドアセーフ。え、デスドア解消か。もう、もう、ずらいやん、こんな。はぁ、もう、マジかよ。終わってる。いや、もう死ぬやん。死にますやん。ギリ間に合うか。はい、よし。ヒーラーは絶対いるんやな。ちょ、フィナーレ入るかな。上振れれば倒せんのか。もうフィナーレ行くしかないか。もう行くしかないか。あー、倒されへんかった。終わった。あー、もうフラーマンが死ぬ。ヒーラーのフラーマンが終わった。なんか奇跡起きろ。ピストルショット、上振れれば勝ちか。頼む、ピストルショット。よし、え、あー、よかった。うわー、耐えたー。あー、いやー、耐えたー。あー、味方による回復マイナス33。これどういう意味や。回復あんましてもらわれなくなるのか。くー。こうして、
待てよ。まあ、適当でいいか。スペースがないもんな。はあ。いや、これは村へ戻っていいでしょう。ああ。奇跡や。生きて帰ってこれた。いやー、タフやったなー。ふぅ。やばいっす。なんとかいけたー。死ぬと思ったー。モンブレ。巣窟恐怖症、狂人。いや。冷静？石頭。呼吸回復。え、これ。ほう。赤いクエスチョンマークのついたヒーローは一週間使用できない。とりあえず、買ったのは買ったな。はあ。なるほどね。なるほどですね。スタッフはギャンブル満喫。え、ボーラム大丈夫？いやー。くー。フラーマンやばいんやんな。療養所かな。精神崩壊、絶望。絶望って、奇癖じゃないもんな。え、ストレスをゼロにしたらなくなんやっけ。フラーマンじゃどこ行ったらいいんや。修道院か？あー、待てよ。オゼ、モンブレ、オゼ。オゼ。モンブレ。モンブレ。わかんないっすね。ディスマスのこれはもらおう。まずこれは、返してもらって、これは回復役の。あ、でも次行く、次回復役はマルシか。こうしよう。いや、わかりやすく強いの嬉しいな。フラーマンストレスやばいね。とりあえずフラーマン、大勢、モンブレ。フラーマン、大勢、モンブレ。ボーラムは復活者な、よし。まあ順番に行くか。なんかこの食材の間に、やったら、あいつ、なんかやばかったもんな。1500か。バーやったら売春部屋。無器用空振り。フラーマンここ行くか。ほんで、オゼモンブレ。こいつらもじゃあ、ここと、モンブレここで行くか。さあ、そして、そしてできること。ゼロゼロか。クルセイダーってなんや。あ、一緒か、レイナルド。なるほど。探索者クルセイダー。重機兵。フィッツラン。あ、うちにはボーラムがおるかな。カジヤ。
つまりレイナルドも、え、これ少々足らんの、少々に変えるべきなんかな。レイナルド武器強化して、ギルド、サバイバリスト、キャンプスキルね、修道院、療養所、奇壁、なんかあかんやつ持ってるやつおったっけな。いや、ディスマス強、ちょっとわからんな、キャラの管理が難しい。行商人の馬車レアプラス40%、いいね。アンコモンはデメリット、スピードマイナス1があるのか。レア、いや、こんなん欲しいけれども高すぎるな、さすがに。コスト、これは絶対数を増やすよりコストを減らしてた方がいいな。こっちが先やな、やるとしたら。あ、やってくか。いや、でも、なんかだって、もし、これレア度上がるわけじゃないもんな。やってくなら下やけど。だから、まず、危ね、誰か死ぬと思ったな、マジで。あ、俺がしたいのは駅馬車の強化やっけ。で、駅馬車の強化するには、鎧製作レベルがいって、鎧製作レベルは上げられません。証書がないから。鎧、これ変えるか、やっぱ。これを、6つ変えたら、これが2個。すべきかな。いや、すべきでしょう。で、これしよう。はいはい。で、次連れてくメンバーの鎧をあげると。いや、これもっと行くべきか。20、21、でもこれは無理やもんな。20まで行くには21残されへんもんな。これはだからまだ無理やな。これやったことで駅馬車が、はいはいはい、あ、じゃ見えねえ、これがいけるようになったな。リゾルブレベル1のヒーローがたまに。でも、それってさ、自分でレベルを上げていけるから、あれ？これ微妙じゃないか？駅馬車のアップグレードっていんのか？いらん気してきたな、急に。だってリゾルブレベル1のヒーローはおるもんな。これ騙されたな。駅馬車のアップグレードじゃなかった気がするな、優先順位。ああ。やられたな。まあ、じゃあ今日は終わるか？次は樹海に進んだのか？スタッフ。このアンコモンゲットできるの嬉しいな。ここ黄色い。緑、黄色、赤の順やな、多分強さ順は。入り江。アンコモン、非ストレス回復プラス 20%。キャンプ中、賞金稼ぎのいいね。毒に強くなるけど出血に弱くなる。難しいなぁ。ちょっとこれはまだ次回にするか。ギルド、ギルド、ギルドは何やったっけ。ギルドで、ピストルショット1。あー、むずー。
はあはあはあ、そっか、ギルドってそういうことか。スキルトレーニングのコストを減らす。はあ。ほう。スキルトレーニング、いや、大事やな。強力なスライス、これ、くそ、どれがいるのかが、よくわかんねえよ、資金団。あの、交代できるのとか強いな。なるほどな。これがあったら、これはいらんか？全身一。いや、これも確かに強いな。こういう移動系のスキルは覚えとくべきやな。コストダウンして、それでいくか。レイナルド・ディスマスはひいきして、あとはヒーラー一人と、あとは何がおったらいいんや。何がおったらこのデッキは完成するんや。レイナルドやった場合、どうなんでしょうね。回復全身1。わあ、こんなんもええな。レイナルドは全部いいな。これじゃあコストを減らすやつ取ってみるか。514。取るか。Every creature has a weakness. ほんで、The wise hero trains for what he will face. とりあえずレイナルドとディスマスだけやっとくか。レイナルド。いやー、お金マジでいるなー。全部、ああ、もう全部取るか？回復、ストレス、松明、全身、レイナルド全部取るか？こうして、200。全部いくか？全部パワーアップして、そしたら冒険に行くお金もやもんな。これいらん。強力なスライスとこれはどうちゃうんやろな。範囲は一緒。交代が使えるこれ、全身が使えるこれ。で、こいつらかな。よし。次の回復役はマルシ。え、マルシのポジションそこか。審判。え、強くね？あ、自分にやったら回復か。え？ん？違うな。攻撃しつつ回復じゃね、やっぱ。うわ、強っ。弱い技ばっかりか。いや。これが弱いんやな、メイスのオーダーが。光の手。メイスのオーダーマジでいらんな。それがおる、スキルでキャラを選ぶのがやっぱいいのか。駅馬車見て。クルセイダーはレイナルドおるから。フィッツラン。粉砕。全身位置はいい。ああ、難しいな。難しい。マレ。マレね。いや、わかんねえ。このすべての死骸を討伐な。そっか、それフラーマンにはないのか。
くスタフォーは前やもんな。いや防御も出ちゃう。ああもうわかんねえ。光栄がいるのか。光栄がいねえ。前衛ばっかりだ。マレー。ああ。難しいねえ。ちょっとキャラクター増やしすぎたなぁ。キャラクター増えたらわけわからなくなっちゃうなぁ。いや、あの、駅馬車、あれ罠やろ。やっぱ最初のキャラを、少ないキャラをちまちま育てる方が良かったなぁ。これ、ちょっと、いろいろ取りすぎた。リセットするか？解雇して。こいつらも死にたくはないやろうしなぁ。犬使いやんな。ターゲットをマーク。傷を舐める。コンボーダ。近接か。くー。このデジャルも育てるか。デジャルのストレスは32。ってどうなんだ？でもこの中で一番攻撃的なデジャルか。見習いの犬使い。そうねー。マルシー。いやー、おー、いやー。これちょっと、くそ。スタフォーとかいらんかなスタフォー。俺、賞金稼ぎってことはお金稼ぎやすいとかあんのかなぁ。いや、ちょっと整理するか？防御はどんなキャラやったっけ？毒。いやー、ダメだ、わかんねえ。オゼモンブレは頑張ったけど、でも、こいつらも前衛やねんな。ボーラ分前。俺、どうせ言うねん。どうせ言うねんって、これは土星か？ああ。くー。とりあえず、へへん。いや、これ、駅場所は違うよ。駅場所じゃなかった。かあ、こっからどうしてったらいいんだ。役割、近接2人、ヒーラー2人。お、じゃあちょっと次はニコ生の、ニコ生ゲームワーク取れますか。難しいな。次回の俺に任せるか？スタフォー。ボーラム。あ、いいよいいよ。俺もちょっとションベン休憩とかちょっと取りたいねんな。それ、なるほどね。ってことは、あ、なるほど。1時20分とかに枠取るか？いや、ちょっと、これもう、くそ、キャラ増やさんかったらよかったな。え、じゃあもう、いや、スタッフを行きたいのか、冒険。あー、くそ。
いや、トーチヘッドはもうあれちゃう？どうなるな。だってトーチヘッドのさ、順調だねえからさ、俺全然順調じゃなかったからな。順調だねえの後、めちゃくちゃ苦しくなって、ギリギリ、4人とも生還できた。特に参加者いないなら、うん。やめとくん？どういうこっちゃ。ディスマス毎回行ってるやん。こいつすごいなぁ。お前、サスケマンド見たみたいに芸人マッド。はぁ、あ。芸人マッド？ほぉ。なるほど。いやー、ちょっと次の自分に託そうかな。ダーケストダンジョンは。こんなの。芸人マッド。これクリックしたらどうなんだよな。どこに出てくる？そうなんのか。あるしな。連れてってくれって言うやな。女やけど、まあ別にええけど。芸人マッド。はえなんじゃこれ。はあ。このだからサスケと同じようになんかこうなんやろ、要はかっこいい系のマッドってことやな多分。はあ。ゼルはこういうマッドが好きなんやな。サスケの時もゼルが好きやからミーヒーって言ってるってことやな。俺がサスケとお笑い好きやからってこと？なるほど。ああ。ほう。なるほどね。どうしよっかな、芸人マッドか。まあ、じゃあちょっと見てみる？ちょっと見てみて、まあ、もう見たらもうその枠か。まあまあ、じゃあまあそれでちょっと、じゃあニコ生は画質が終わってんやっけ。じゃあツイッチだけでちょっと、じゃあそれしてみるか。いいよ。じゃあじゃあそうね。うん。とりあえず、ダーキスダンジョン終わって、で、ちょっとションベン休憩とかもろもろ終わらして、で、マッドで枠取ろうかな、じゃあ。動画見るみたいなんで。芸人マッド見るで、ツイッチだけ枠取って、で、まあ、ゼル待たずして見とくのはちょっとちゃうか。でも暇があるもんな。タイトル？芸人マッド見るじゃあかんの？よいしょ。いや、ダーキストダンジョン。なかなかやな。このキャラ増えすぎて管理できへんのかな。減らせばいいんやけど。減らすのもなんか惜しいような。でももう減らしてる人多いようなやな。まあ、それはちょっとまたじゃあ次回の自分に任せよう。芸人好き集まれ。芸人マッド鑑賞。でも、俺が芸人マッドを口に合うか分からんけどな。まあじゃあそれコピーしよっか。コピー。OK。それで枠取って、ちょっとゼルこうへん買っても、さっき見ちゃってるかもしらん。
ゃその YouTube からフルスクリーンで Twitch だけ見とこうかな。 OK、 じゃあ終わります。アーカイブは消す。ふんふんふん。 OK、 じゃあ今日のダーケストダンジョン終わりや。いや今日も今日ってダーケストでしたわ。ほんだらよいしょ、うんうんうん、で上から順に見てくら。おしまい。